心外な。暗闇で座り込むなり悪口ですかい。奇跡の生還を遂げてお元気そうで何よりです。どうしました？怖い夢でも見ましたか？そんなことじゃ泣かないわ。ほう、どこ行ってたのよ。ちょいとこれを探しに。だったら私を起こしなさい。なるほど、一人じゃ寝られないんですね。添い寝しましょうか。ほれ、たわけもの。あ、そんな怪我で今度はたわけ。こんなにボロボロになって無茶して死んじゃうかと思った。勝手に行かないで。タコだけはそばにいなきゃダメ。なんか死にてえな。そのブッサイクな泣き顔が結構来たんで、一変死んで、あんたがどんだけ泣くのかすげえ見たい。嫌なら避けてください。いや、熱測るのかと思って頭突き出しちゃった。違うの？ああ、そうなんです。熱で頭がおかしくなってて。でもさっきよりは引いてる。髪が。申し訳ありません、俺の落ち度です。平気よ、軽くなったし。それに私、この赤毛がずっと嫌いだったんだから。私は好きですよ、ヨナの髪。悪くないでしょ、こういうのも。そうですね、そばにいなきゃダメなんて簡単に言ってくれる。